この層で手に入る金属を使えば素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが強い怪物が守っているため材料が手に入りづらいんです。この町の西に縄張りを持つ怪物なんですが、この辺りで修行しながらゆっくり力をつけて戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。ええ、お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。これは驚いた。もう持ってこられたんですか？一体どうしたらこんなに早く用意できるのですか？それは素晴らしい。そんなお二人に急いで指輪を作りますので、ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。こちらが指輪となります。特殊な材料を使っておりますので、普通の指輪とは輝きが違いますよ。やはりあなた方も例の儀式に挑戦なされるのですか？祝福の儀式ですよ。この指輪をつけたまま、禊の湖、思い出の地、絆の神殿を巡ることを言います。あなた方のようなお若いお二人がよく挑戦されていらっしゃいますよ。ここからが祝福の儀式の本番ってことかな。そしたら私たちまた一緒に頑張ろうね、キリト君。いよいよだね。そうだな。
クティベートしておいたから。わかった。覚えてるならよろしい。じゃあ指輪をつけてみよっか。装備品扱いにしてと。ん？何も起こらないみたい。キリト君も装備してるよね。あ、立て札に注意点が書いてあるよ。持ってるでしょう。だいたい最近ずっと宿にいたからキリト君とそういうことする機会もなかったし、それに急に裸になれなんて言われても心の準備が。よし、そのまま視線は左側に固定。じゃあ湖に入るわよ。私の指輪も。あ、透明だった指輪が薄い水色になった。いよいよだね。そうだな。
クティベートしておいたから。わかった。おう、キリト。攻略組のお歴歴は装備品の要求レベルも高くてよ。仕入れに苦労してるよ。まあね。この辺りのレアアイテムは単価も仮想とは大違いだからな。それで今日の用事は何だ。買い取りだったらお得意様価格で高く買うぜ。あんまり見たことねえアイテムだな。ログハウス。家を一軒買っておけってるか。そうさね。そりゃこれはいいドロップ品だ。希少価値も高い。今なら買い取りたいって金持ちはいるだろうさ。だがそれでも家を買おうってんならまだ足りねえだろうね。まあいいぜ。俺とおめえの仲だ。一つ貸しってことでなんとかうまいことやっておくよ。いよいよね。そうだな。